低ヤが地球の l ンラグラン重点で形成され移動して原始地球と衝突、月が形成される様子を模式的に示したアニメーション。実際には低ヤは地球と共に太陽の周りを公転しているが、このアニメーションでは地球を固定し低ヤの壮大的な位置を示している。低ヤはジャイアントインパクト説においておよそ46億年前に原始地球に衝突し、 そこから、現在の地球と月が誕生したと考えられている、太陽系の仮説上の原子惑星である、オルフェウスと呼ばれることもある。ジャイアントインパクト説による推定から、火星とほぼ同じサイズだったと考えられている。従来、ジャイアントインパクト説では、低野の由来については、不明確であったが、近年、原始地球太陽の系のラグラン重点、L4、または、L5 で形成され、 その後その質量が増すにつれて軌道が乱れ、原始地球に接近して、ついに衝突したという説が唱えられている。衝突により低アは破壊され、その破片の大部分は、無色鉱物に富んだ地球のマントルの大量の破片と、共に宇宙空間へ飛び散った。低アの鉄のコアの大部分はすぐに、原始地球に落下して、その一部となり、これで、今日の地球が、 大きな鉄のコアを持つことになった。衝突は正面衝突ではなく斜めに衝突したためかなりの量の破片が地球の周囲を回る軌道上に残った。軌道上の破片は一時的に土星の管のような円盤を形成したがやがて破片同士が合体して行き月が形成されたと考えられている。名はギリシア神話における月の女神セレネの母テイアに由来する。 ありがとうございます。